時に私はこう思ったことがある。みんなが綿目の顔は大きいと思うのは、実際私たちの技術力がまだ未熟のせいだ。だっていくらこの世で最も精密なプラネタリウムと使ってもプラネタリウムを使っても、私たちが観測できる宇宙の範囲は小さいと言っても過言ではない。そして綿目の顔は観測可能な宇宙にちょっぴり大きいのかもしれません。だから結論から言うと、綿目の顔の果ては私たちが想像するほど大きくはない。単純に現在私たちの目差しがまだそんなに遥かまで届かないだけって私はそう思う。なんか壮大な話になってきた。綿目は宇宙ってこと？これ逆にでかいってことじゃないの？あれ？違うのかな？精密なプラネタリウムを使っても観測できる宇宙の範囲は小さい。つまり今も広がり続けている？そうなると綿目が頭は膨張し続けているということになる。結果もでかい可能性があるってこと？これ思った以上にでかいってことなんでは？でかくて観測不能ってこと？そういうこと？今も膨張してるってこと？ビッグバンってこと？